火付け盗賊改め長谷川平蔵、神妙に反撃して。時代劇史に名を残す池波正太郎原作鬼平犯科帳、満を持して新たな鬼平として帰ってくる。人並みったん人じゃねえかよ、おめえも俺も。その幕開けとなるシーズン1では、シリーズ中でも屈指の人気を誇る4作品を新たに制作。できぬ道理はなかろう。新たな歴史の幕開けとなる新たな鬼平、その第1弾本所桜屋敷の魅力に迫る。池波正太郎原作鬼平犯科帳、1967年の発表以来累計発行部数3000万部を誇る超人気時代劇シリーズである。飢饉や打ち壊しが多発し、人々の生活が脅かされる中、犯罪が増加し凶悪化していった江戸中期、凶悪犯を取り締まる仙人の役職、火付盗賊改め方の長官となった長谷川平蔵。こちらこそ手合わせ願おう。若かりし頃は本所深川で放蕩無頼の生活にふけり、本所の鉄と呼ばれた男である。あの時先生が止めてくだされねば、わしは今頃どうなっていたことやら。今頃盗賊の頭になっていたりして。まことにの。盗賊を取り締まるには盗賊を知らなければならない。平蔵は宝刀時代に知り合った元盗賊たちを密偵として放ち、事件の解決に当たる。盗賊たちから鬼の平蔵と恐れられた男、彼を取り巻く完全懲悪にとらわれない人間ドラマは、新たな時代劇のスタンダードとして人気を博した。その復活が発表されたのは2021年のことだった。鬼平犯科帳の主演、松本幸四郎さんです。どうぞ拍手でお迎えください。初代鬼平松本白鸚を祖父に、先代鬼平中村吉右衛門を叔父に持つ松本幸四郎が五代目長谷川平蔵を演じることが華々しく報じられた。鳥肌が立つ思いといいますか、祖父そして叔父、金之助のおじ様、そして丹波さんと、いうとても近い存在が演じておりました作品、やりたいと、もう根拠のない自信がそう言わせた、即答させたっていう感じですね。時代劇専門チャンネルは1998年に開局しまして、今年で25年目を迎えるんですが、鬼平犯科帳が見たいと言って加入していただくお客様が本当に多くて、中村吉右衛門さんの鬼平犯科帳がファイナルを迎える直前ですかね、チャンネルとしてのその体裁もできてきたということもあって、2023年がちょうど池波正太郎先生の生誕100年っていうこともあって、まあ、そこになんとか新たな鬼平犯科帳を誕生させたいっていう思いも強くあって、まあその場で幸四郎さんから快諾いただいたんですよね。ほっとすると同時に、これは大変なことになったなっていう、逆にですね、責任感というか、いろんなことがずっしりこう肩にこう重くのしかかったというか。今の時代に今のキャストで今の技術で作る新たな鬼平、その思いからシーズン1として4本の作品が制作されることになった。先人の作ってきたことを伝承するとともに、新しく演じる人
と会話を重ねるという交渉座にテーマはあなたですともう言ったのに尽きると思いますね。テーマはあなたですと間違いなく幸四郎さん版の鬼になってるという、そうです、5代目2代目3代目4代目5代目だめだということだからもうそこに正当に、うん、あの正当でお入り込んでいくしかない、あえてね避けて避けてそれでいて、うん、とは思いますか。鬼兵に正面からぶつかっていく。撮影開始までの2年間、幸四郎は舞台の合間を縫っては京都を訪れ稽古を繰り返した。馬の稽古、盾の稽古っていうことをまあ何度やりましたかね、もう数え切れないぐらい。僕はまあいろいろこう長い間この盾師をやらせていただいてる中ではこんなに熱心に稽古される主役はまあ初めてでした。数々の名優が演じてきた長谷川平蔵、その名を継ぐために日々模索を続けた。ちょいにやってあげます。はいはいはい、たまいひと気になりませるあら江戸の狼たち、もろもろのおまがごとすみけがれあらんもば。いよいよこの日がやってきた。ご紹介いたします、長谷川平蔵役の松本幸四郎さんです。お願いします。新たな歴史の幕開けとなる新たな鬼兵、その幕が切って落とされた。この後新たな鬼兵のレギュラーキャストが集結。傑作を最強のメンバーで作っている最中でございます。平蔵が長官を務める火付盗賊改め方、町奉行では手に負えない凶悪な盗賊に立ち向かうべく集められた精鋭たち。差し詰め江戸の FBI といえる存在だった。凶悪な犯罪者を取り締まる専門みたいな分野ですから、そういう意味では強さを持った人たちの集まりだと。撮影期間中、京都で行われたレギュラー出演者の発表会見、平蔵を支える猛者たちが一堂に会した。お頭が皆の鍛錬を見たいと仰せだ。やっぱり強くなければいけないので、平蔵のちょっと元悪だった部分と対照的にちょっと真面目な人柄でアプローチができればなと思いました。盗賊改の報酬はかようなものかと侮られたたるまいぞ。捜査していかなきゃいけないんですけど、その中で垣間見えてくる善と悪、やるせなさだとか、なんかこう綺麗さじゃない、本当に悪を切っていくっていう気迫みたいなものを出していければなと思ってますし。見事な太刀筋。お頭も刀で語ると言いますか。あとなんか僕刀がちょっと他の方より長いっていうのを用意していただいてたんで、それもなんかうまく生きるようにできたらなと思いながらやってます。そなた芝神明前の歌詞は松村のうさぎまんじゅうにそっくりじゃ。なんかね、あんまり面白くやりすぎるのもよくないなと思って、まあ一応火付盗賊改めて警察というか屈強な部隊という意味合いが強いので、はい、その辺のメリハリはある人なのかなと思ってしっかり立ち回りはやってますね。
この旦那堅物で、それに女房が怖くていつも縮み上がってるんです。原作を読んでやったことがない感覚の役だなというのが第一印象で、とてもとても考えなくちゃいけないさ、あの役柄になるだろうなというのは思ってて、吹き替えなく激しい立ち回りを見せる火付盗賊改め方のメンバーたち。そんな男たちを束ねるお頭長谷川平蔵、負けじとさまざまな剣技を見せる。平蔵たちが活躍できるのも支える存在があってこそ。その彦十といい、殿様をその昔盗賊になさろうとされた方でございますか。あの鬼平犯科帳ですかって、あの聞き直したっていう記憶があります。私が久江さん務まるのであろうかっていう、もちろんそういうプレッシャーは大いにあったんですけれども、撮影初日、ぐらいにスクリプターの竹内さんから船頭さんの久江さんをやってくださいというお言葉をいただいて、なんかちょっとこう、その時はとてもその言葉に救われたというか。平蔵もまた久江の言葉に救われる。ですがその頃のあなた様のことは何も知らなくて幸いでございました。まったくだ、知っていればわしの妻にはなっておるまい。悪い噂だけは知っておりましたけれど、今回の作品の中でもやはりその一言がっていう、その優しい一言がっていいますかね、すごく大事になる作品の一つでもありますんで。じゃないですかね。鬼平犯科帳に欠かせないのが犬と呼ばれる密偵の存在。平蔵がこれと見込んだ元盗賊を市中に放ち事件を探らせ、悪を知らなければ悪を取り締まれないという平蔵の信念を具現化する存在なのだ。相模の飛行場役、今翔平さんです。お願いします。てったんじゃないですか。こんなとこで会えるなんてやだな。小四郎ということからそれはもう本当に日野さんとお芝居できることはこんな幸せなことはないというふうに思ってましたけども、平蔵、あるいは鉄三郎と彦十という関係性ですのでね、強い信頼関係といいますか絆というか、そういうものがある関係だと思うので、そういう意味ではこうあまり役を作るっていうとなると距離がその分広がる気がするので、彦十なのか日野さんなのかに飛び込んでいくっていう気持ちでやらせていただきました。平蔵と彦十が再会するこのシーンも、彦十じゃねえか、てったんじゃねえすか。日野のアドリブから芝居が組まれていった。そんな融通無下な演技を池波正太郎はこよなく愛した。池波正太郎さんが日野翔平という名前を昔つけてくれたんで、おやっとそういうものが縁が来たかと思って。平蔵を支えるメンバーはこれだけではない。新たな鬼平を作り上げるスタッフたち、日本アカデミー賞にも名を連ねる最高峰の技術を持つ職人たちが腕を振るう。ああやれるっていうね、鬼平の世界観の中でそれぞれがこう躍動できるような絵としてはそっちを意識してやりました。新しい鬼平を作ってくれということを言われたんで、私なりのカラーでやってみよう。新しい時代劇を作り出すには時代劇を知り尽くしていなければならない。幸四郎は
彼らに全幅の信頼を置いている。だからこそ撮影期間中の会見でこんなことを口にした。皆さんご存知の、またご存知でない方も、これが時代劇の傑作です。傑作を最強のメンバーで作っている最中でございます。その情熱が新たな鬼兵を生み出している。このあと新たな鬼兵に挑む新たな世代、なんていうんですかね、ちょっとライバル心というか、自分も頑張らなきゃっていう気持ちにさせていただきましたね。新たな鬼兵の幕開けとなる本庄桜屋敷、平蔵の青春時代を描いた人気作である。本庄界隈を見回りしていた平蔵は若かりし頃の親友岸井左馬之助と再会する。鉄三郎本庄の鉄と呼ばれ無頼の生活を送っていた若かりし頃の平蔵、左馬之助とは同じ剣術道場に通っていた仲だった。左馬之助からかつて二人が憧れた娘おふさが悪御家人の御心臓になっていることを聞き、平蔵は内情を探らせる。そこには思いもよらぬ悲劇と因縁があった。池波作品で鬼平犯科帳っていう、まあ役者さんだったらみんな出たいと思うんですけど、まあそれに自分がね、その選んでもらえたっていうのは、まあ、すごく光栄なことですし、とても切ないラブストーリーでもあり、一人一人の人生とは何かみたいなものがこう凝縮されていて、まあ以前もその岸井さんにね、やっぱり抱かれて亡くなりましたけども、まあそういうのはすごい縁があるなという。昔もなくさらに行く末もね、ただ一つ今の我が身があるのみ。池波正太郎珠玉の名台詞に幸四郎も、生きる情熱ってことですかね、それがとても強い人物ばかり、鬼兵は生きる情熱ですかね。それを体現する人物がいる。またどこかでつまらねえ恨みでも買ったか。若かりし平蔵の無頼の青春時代、これまでの映像作品では描かれてこなかった本庄の鉄が新たな鬼兵では克明に描かれる。演じるのは、おはようございます、長谷川鉄三郎役の市川染五郎さんです。同じ作品の中で父と、まあ、同じ人物というかを演じるのはなかなかないですし、ちょっと不良というかちょっと荒れてた、そういう役柄っていうのは今までやったことが歌舞伎の中でも外でもなかったんで。挑戦を支えたのは仲間だった。まあ、映像ではほとんど同世代の方と共演っていうのはなかなか自分は今までなくて、やっぱり年齢が近い方と共演させていただくとすごく刺激になりますし、嬉しくもなると同時に、なんていうんですかね、ちょっとライバル心というか、自分も頑張らなきゃっていう気持ちにさせていただきましたね。若者のひたむきさが描く江戸の情熱、いいですね、若さが出て非常にいいですね。今持ってる自分のものをね、全てぶつけて出し切ってっていう思いでやってるんではないかなってことは感じましたけども、まあこれは本当に
それを引き出していただいてね、監督はじめスタッフの方々が、まあ、そういう鉄三郎にね作り上げていただけたんじゃないかなっていうふうには思ってます。そして幸四郎自身も、この日望んだのは平蔵が因縁の相手と剣を交わすシーン。潔く爆につけ。鬼平の立ち回りっていうのはもうそれぞれに切る意味があるって言いますかね。でその時の心情であったり歯を合わさなきゃいけない意味というのをすごく何か感じるの でそれ自体が何か会話になるって言いますかね。動きに何て言うんでしょう、情があるんですよ。すごいどういう心情で動くのかとか、やっぱりそれを動きで表現する中で、それが表情であったりとか、こう間の取り方であったりとかっていう、我々が思った以上のその表現で、まあ盾を演じられてるんで、笑い、泣き、苦しみ、迷い、怒り、善悪の間で揺れる人間の情、それが幸四郎を鬼兵にしていく。だからこそ、火付け盗賊改め長谷川平蔵、神妙にいたぜ。名乗りのところ、ああ鬼平犯課長だなってあ、長谷川平蔵がいる。あそこはやっぱりちょっとかぶりついて、あの正直見ちゃってました。なあ、やっぱこれ鬼平だなって、鬼平が帰ってきたっていう、なんかすごい鳥肌が立ちましたね。火付け盗賊改め長谷川平蔵っていうふうに、いうシーンがある時っていうのはやはりなんか改まって緊張したって感じでしたね。火付け盗賊改めまた鬼の平蔵と言われるようになったと、だから鬼の平蔵って言われるようになったと感じていただけるような平蔵を演じるのが、自分のテーマです。そこからもうまあ振り返ることなくもう全身あるのみだっていう思いでいましたけど、新たな鬼兵の歴史が今始まる。